はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。プロジェクトクロス噛んだプロジェクトクロスゾーン2、では続きをやっていきたいと思います。なかなか作品名が長いですからね。なるほどね、異世界から来た人をまた拾ったと。地下墓地で よろしくお願いします。同時に話には聞いていたけど、いつものアンドロイドも拾ってきたと。未来のコスモスです。あら美しい。分解してもいい？あなた。いけません。そして未来の商人のお店で買い物をしたと。私から買わずに。毎度ありがとうございます。まあまあ、そう不機嫌にならないで博士。時間を無駄にしている場合ではないだろう。そうでございました。この空間は非常に不安定です。落ち着く場所だが、一緒に消えるわけにはいかん。浦島博士、車の修理はどうなってるんですか？変形機構の調子が良くありません、すこぶる。まあ初フライトだものね。あれ、ぶっつけ本番で飛んだの？危ないでしょ。ふん、逆に今は飛んで逃げられないということか。そうなればやはり。はい、飛龍が言っていたように、車両ごとサイバースペースに転送するのが最良と思われます。シルフィーさんのお店にある転送装置、こんな大きな車ごといけるの？問題ないと思います。本来ならば使用料を請求したいところですが、皆様に恩を売っておくのも今後のためになると判断いたしまして。てか、転送をさ、一回頼むとめっちゃ金かかると思うんだけど。そういうことは言葉に出さない方がいいと思うんですけど。やってくれるならいいわ。サイバースペースに出た後はどうするの？以前の事件で使った方法だが、電脳空間から俺たちの時代のネットゲームに接続する。これはドットハックが出てきそう。ネットゲーム？なるほど、ザ・ワールドのことじゃ。ネットワークに接続して遊ぶゲームじゃな。ゲームの世界に入れるのか。俺もドラゴンランドに行ってみたいぜ。ゲームっちゅうたら、あのゲームセンターのやつやろ。あんな中に入れるんかいな。少し調べてみたのですが、現在サイバースペースは不安定なようですね。そちらでも何か起きているというのか。ですので、イレギュラーハンターに警護してもらうのがよろしいかと思います。イレギュラーハンターといえばロックマン X じゃないか。イレギュラーハンター、組織の名前か。あ、 X とゼロだ。前の事件の時に世話になった。腕は確かだ。信用もできる。そうね、連絡しておいてもらえる、シルフィー。はい、喜んで。あれ、ごねると思ったのに素直じゃん。つまりイレギュラーハンター向きの商品が入荷しているということか。さようで。見習うべきかもしれません、この姿勢は。となると、これはもう完全に前作とのつながりはありますね。前作の続きっすね。もうよく前の時世話になったっていうセリフを聞くんで。はい、神羅ご一行様、こちらがサイバースペースとなっております。ここがサイバースペース、電脳空間か。なんだかすごいとこだね。なんかこの感触、キモ。現実感がないっていうかさ。なっちゃん、大丈夫よ、そのうち慣れるわ。ん？おい、龍騎1号はどこだ？ここにいるのは俺たちだけか？車はどこにもないぞ、シルフィー。転送座標が少しずれたようでございますね。サイズが大きすぎたようです。博士さんが乗っているんですよね？無事なんですか？なんだ？電話、スマホだ。お、なんじゃ、足の電話じゃ。てかさ、電波届くのかよ。どこの会社の携帯使ってんだこれ。もしもし、わし、シャオメイちゃん、お電話ありがとじゃ。どんな電話の出方だ。何をやっているの、いい歳して。今どこにいるの？サイバースペースに無事侵入できたわ。博士、近くにいるの？宇宙空間みたいな場所で、デジタルな床に金のリングが見えるけど。なるほど、近くにいるのは間違いないようだ。こっちに来れるか？それは無理ね、設置していないから。え、どういうこと、浮いてるの？そう、空間に投げ出されている状態なのよ、ポーンと。誰が転送したのかしらね。面目ありません。少しは反省した感じを出しましょうよ。博士、じゃあどうしようもないのか。チェンジドラグーンができれば移動できるんだけどね。変形して飛行形態になれればか。つまり今はできんと。メンテナンス中なのね。だからそっちから探しに来て。以上。メンテナンス中って、あいつ一人でメンテナンスしてんの？あの巨大な車を。仕方ない、正面のリングをくぐってみよう。っていうかさ、かの人間をさ動員して
メンテナンス要員とかもう少しさ、クルーを入れた方がいいと思うんだけど。データにノイズを確認しました。何者かが転送されてきます。何？追ってか。連絡をしておいたイレギュラーハンターの方々かもしれません。絶対違う。なんじゃ、チェスの駒みたいな奴らが出てきよった。これがイレギュラーハンター？なんだ、人間の形はしてないんだな。未来ってすごいな。どう見ても違うわよ。敵かしら？コスモス、わかる？意味を持たないデータの断片の集合体のようです。ただ不可解な点があります。わしにとっちゃ何もかも不可解やで。そこに輪をかけておかしいっちゅうことか。断片からの推測ですが、非常に古いデータです。現在該当する形式はありません。古いデータ、もしや過去から。可能性はあります。長くとどまるべきではないでしょう。こりゃ言われなくてもスタコラさっさじゃ。さっさと進んで浦島を見つけるぞ。あの、さっきから気になってたんですけど、周りにあるこの黄色い玉は何でしょう？それは、ミルトラエルというトラップです。コンピューターウイルスに対して攻撃してきます。近づかない方がよろしいかと思われますが。危な、早く行ってよ、近いよ。あの博士なら、進んで触りかねん。早いところ見つけるべきだろう。シルフィー、下がってて。かしこまりました。か弱い私は避難させていただきます。ん？シルフィ、貴様、戦えなかったか？はて、何のことでしょう。では。砲台みたいなやつか。ふん、行くか。待ちくたびれたぞ。奥の金色のリングに触れれば、次のエリアに進むことができます。黄色い球体。ミルトラエルだったか。こいつには、隣接しないようにしてくれ。隣接するとダメなの？リングを進み、勇気1号を探す。はあはあはあ。ミルトラエルに隣接するとダメージを受けます。ステージ端のリングに隣接すると先へ進めます。どういうこっちゃ。ここか。ここの方まで行けばいいのね。で、隣接するとダメってことは何これ。これにこの変なブヨーンって出てる枠に入っちゃダメってことなのか。でもよく、うおお1935くらいだったら触れてもいいかな。だってあれもうなくなったから。あ、なんか覚えてる。あ、これか、覚えたの。2問。知らぬいの方、玄武作。おお、とくった。マジか。だってこれで、だってこいつもそのまま進めるようになったわけだし。別に1900くらいだったらもう触れてなくした方がメリットはあると思うんだけどな。ガンガン進めるよみんな。毒ちょっとどうにかしとこうかな。次アイテムを使う。毒ってどれくらい減るんだ。反撃できるときに反撃する。全然ダメージ食らわなかったな。やるしかない。そこまで。こいつらは弱いからガンガン反撃で倒す。69とか。応戦行動を開始する。スレッジハンマー、これはあれだな、なんか変なマークがついてるから状態異常だな。俺たちを甘く見たな。油断大敵だ。てかロケットランチャーとか、おお、覚えなかったっけとか思ったけど、毒ってる毒ってる。ちょっと毒ターンの最後に回復させよう。え、何今宝箱みたいな。これ宝箱なの？全然わかんないんだけど。エネルギー、イーカンみたいな感じだな。ほらミックスグミを入手した。行くわよ。ここからよ。狙い撃ちだ。突貫するわ。弱。砕け散れ。なかなかいい動きだったぞ。まだな。おお。でもどうせ邪魔だから、もう突っ込んでこう、このまま。はいはいはい、1600くらいだったら、まだまだ継承。あ、ここにも敵いたのか。水ら。
ブロックはあるな。貴様もここまでじゃ。ここじゃ。まあ、1ブロックくらいだったらな、すぐに外せるんで。これさ、もう死んだ後のこれカットしたいんだけど。動いたら毒ダメージ食らうのかな。わっ、そういうことか。なるほどね。1900って結構食らうな。だってあいつと同じくらいでしょ、このトラップと。なんでちょっと状態異常、解毒ソーダ11個あるな。うわー、シャオメイとか結構減ってんな。アップルグミを1個使おう。お、行った。これで次のマップが出てくると。なるほど、また出てきたトラップ。なんだこいつら、なにこいつ、マジで。こいつらが原因か。どこから入り込んだ。しかもボイス付きだし。落ち着けジュニア、邪魔なら始末すればいいだけだ。完全に色違いだな。今度こそイレギュラーハンターすごい格好しているんだな。人間、いや妖魔じゃないのあれ。やつらは違う、何者だ。貴様らどうしてこんなところにいる。もしや我々の計画を知って。計画だと何のことだ。貴様らは何者だ。とぼけるな、貴様らもあのウイルスが狙いか。ウイルスだと何者か知らないが、その言葉は聞き捨てならんぞ。ああ NG ワードを言ってしまったの。ウイルス好きだよね。好き嫌いじゃないのですが、ここは電脳空間です。コンピューターウイルスの可能性もあります。こいつらただ迷い込んできただけか。ならばこの場所は。いや待て、犯罪超人ジェノサイドの残党か。まだ生き残っていたとはな。知ってるんなら早く言えよこいつ。ストライダー飛竜。犯罪超人、名前からして悪者だけど、かつてジェノサイドという犯罪超人がいた。その男は巨大犯罪組織を作り、そして敗れ去った。誰にだ。俺が語るまでもない。なるほどね。あれ、また出てきた。お、キャプテンコマンドだ。私が自ら語ろう。誰だ、今度こそイレギュラーハンターなのか。いや、残念ながら違う。貴様は残念ながらイレギュラーハンターではないよ。関わりはあるけれどね。そう、アイアムキャプテンコマンド。キャプテンコマンド、どうしてここが。悪のあるところコマンドチームあり、少なくとも私は必ずいる。まさかまだ生き残っていたとはな。シュテルム一家、シュテルムにジュニア、そしてドラッグ、何を企んでいる。ウイルスとは何のことだ。それを俺たちが言うと思うのか。いつもいつも目障りな男め。キャプテン船長さんなんですか。海賊さんなんでしょうか。キャプテンコマンド、海賊とは逆よ。宇宙で戦う警察みたいなものね。前にオーマと戦った時、わしらに手を貸してくれたチームのリーダーじゃ。キャプテン久しぶりだな。君は過去の地球であった日本のエージェントか。他にも見知った顔があるようだね。みんな今も正義を守っているかい。どんな質問なんだ。まあぼちぼちというところね。ぼちぼちなんだ。わはは、わしの好きなものは世界平和よ。ほんとかよ。ヤクザに正義とか言われても調子狂うの。どっちかっちゅうと仁義やな。正義だと魔を滑る私に言うことかね。なんか正義の人って少なくない。えい、キャプテンコマンド、また我々の邪魔をするか。いまいましいやつね。だが貴様一人か、他のコマンドたちはいないようだな。私たちも忙しくてね。世界各地に現れた謎の金の鎖の調査にそれぞれ向かっているのさ。金の鎖、あれか。未来の世界にも存在しているとはの。君たち知っているのか。俺も見た、この時代から見て過去の世界でな。つまり犯罪超人たちの仕業ではないと。サイバースペースで怪しい動きがあると聞いて来てみたが、どうやらもっと根深い事件のようだ。この場を切り抜け、もう少し詳しく聞かせてもらいたいね。ち、面倒な。
焦るなジュニア、我々の目的を忘れるな。こいつらを片付け断片を集める、それが最優先だ。結構ポロ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 喋るなこいつら。俺たちにもすべきことがある。次のリングを越えて先に進むぞ。金の鎖とは無関係のようだが、だからといって見過ごすわけにはいかない。犯罪超人が何を企んでいようともだ。クライムジャングル、これ第何話っていうのが結構途中で出てくるな。どこに入ったんだキャプテンコマンド。多分余ってるところに入ったんだな。敵さん何もしてこないし。これ宝箱だよね。まあ進めるやつから進んでいくか。ここはそんなに広い感じはしないから。宿命か。こいつ攻撃できる？攻撃はできない。こいつに攻撃できるか。何ガード持ちか。ああ、そろそろみんな3つ目の技を覚え始めてきたな。やっぱこれ移動力も重要だな。移動力のないやつは多分これレベル遅れるぞ。勝負だ。チュンリーはやっぱ結構行動力、今んとこチュンリーとストライダーヒリューが移動力高いな。迂闊だ。雨の村雲。レベル8。雑魚敵を倒していくだけでも結構レベル上がってきますからね。あれ今、あ、気絶カウンターか。そういうことか。そう、こいつはまだレベルがそんなに高くないから、まだ技は2つっすね。レベル7とかになるともう1つ覚えるのかな。レベル6になりたてだな。誰で取ろうかな。こいつは？いぜー。親子さんだ。ポツ、仕掛けるぞ。当てる。ブロックを外せ。すげえ、いっぱい来た。強襲戦君、俺が上段蹴り。かわいそうな一般兵だ。お、7レベルになった。ああ、そうだな、やっぱり7レベルでみんな新しい技を覚えるね。なんで7レベルにするのが最優先だな。こちらも7レベル。これってさ、1段ずついかないといけないっていうパターンじゃないの。わかりました。こいつらレベル低いかんな。2251。あ、ブロック使ってんな。援護をつけるか。結構ギリ。いや、これはいいよ。もうもう2体くらい倒さないとレベル上がんなそうだな。おっ、すげえガードしてきた。でもガードを破れば弱い。だって8レベルだよもうこいつ。こいつ5レベルだし、まだ。よいしょ。回復上回ってことはもう少しいでー回復できるってことか。こいつらさ、普通にさ、ダメージ食らわないの、ずるくね。この気流とかをな、少しレベル上げたいね。そうするとまあ、ここら辺でちょっと待機をするか、やつらが来るのを待って。
あんまりね、密集してると全体攻撃食らってみんな一気に減っちゃうからね。これいくつ？ 50% かなり回復するな。あとはちょっとコスモスを前に出して、こいつはちょっと遠くに行こう。作戦通りに、こんな感じでいいかな。さあ来い、来たか。XP は絶対みんな共通なはずなんで、あんまり使わないでおこう。よし、じゃあまずは、おお、ダメージ食らった。ここにいて、強そうな相手だけど、ブロックはちょっとしかないな。挟み撃ちと行こう。見ちゃいられないぜ。消えてもらおうか。よし。そこだ。切り抜け。死ぬたぎる。ほう。立ち上がるわ。九百万十。多数勝負していくわ。三クール。もう勝ったわ。三体いるから一体一体はそんなに強くないな。次で倒せるかな。どれだ。あ、こっちだ。いくぜ、これは攻撃力重視でいこう。おーら、オーケー。あとは経験値をどれだけ持ってるか。レベル上がんねーし。今回は邪魔が入ったが、次はこうはいかんぞ、キャプテンコマンド。相変わらず捨てゼリフは見事だね、ストルムジュニア。抜かせ。キャプテンコマンドどこにいんの。だが、そのしぶとさもまた一流か。危険な相手が動き始めたな。消しなす。背中には気をつけるんだな。くらい。これで決めてやるわ。ここじゃ。2人やれば倒せるな、一人の敵に対して。カウンターを食らった。レイジをちょっと連れてくか。ここら辺でいいや。今回は元気ばっ。まずこいつを呼ぶ。で、ブロックを破壊して。お、ひょった。あ、これあんまり強くないんだ。まあいいや。で、本当にいいんだよね、この CAAS って書いてるの、威力で。ご主人様、多分そんな感じだろうっていうことで進めてるけど。シュトルム一家か、総出で動くとは。何かお探しかな。キャプテンコマンドをどこまで掴んでいる。さてね、ただ見過ごしはしない。邪魔はさせん、我ら犯罪超人の楽園のために。何？てか何も掴んでないだろ、お前。犯罪超人に楽園などありはしない。私が許さないシュトルム。こいつどこまでいけるかな。攻撃はできない。了解です。コスモスは移動力が少ないな。いいだろう。結構詰まってんな。いいだろう。何を使ってきてるんだこれ。敵が何を攻撃してきてんのかが分かんないからな。完全防御とかするかどうかがちょっと悩ましいな。最終的にはこいつで倒したいから、まあちょっと待って、ここだとサポートが入れる。あ、ダメだ。そうするとあいつのサポートが入れなくなる。まあよく重視でいこう。まあ、最悪必殺技を使うか。倒せなそうだったら。
5000か。どうだろうな。いてこれで攻撃をしてこいつを呼んで手を休めるな。当てる。切る。忍術構えてしまう。ギリガード破った感じだな。おら、ダメだな、これ倒せないな。渋い。よし、やっとレベル6になった。くっ、コマンドチーム以外にもこれだけの戦力か。運がなかったね、ドラッグ。だがシュトゥルムの右腕である君まで出てくるとは、何を企んでいるのかな。やらねばならんことだ。これ以上関わるな。相変わらずもっとシュウィーンって逃げてほしいんだけど。そうはいかない。犯罪超人には関わらずにはいられないのさ。いけないな、これ先に詰まってて。全体回復をするアイテムがあるから、パワーの高いやつに多分これ食らわせちゃおう。よし、これでだいぶ先に進めるぞ。これいいんじゃないか。食らってこれでスッキリした。で、おっとっと、これは食らうのは無駄だからな。で、最終的に回復しよう。さすがだな、チュンリー。機動力が半端ない。退屈ね。で、ここでアイテム。なんか全体回復あったな。リンゴ。なんでリンゴごときでヒットポイント 30% 全体回復するんだまあいいや。任務了解。向こう行く前にもう一旦、もう少し後ろのやつを詰めてからにしよう。なんで、まずはこいつで向こうへ行く。つながった。え、あった。見えたけど、これはこのマップにあるのか。ちょっとあれって龍騎1号だ。あんな状態になっていたのか。なるほどね。あれじゃ鳥の形になれないと抜け出せないな。照明博士と電話はつながらないのか。圏外になっちゃうのなんだそりゃ。さっき大丈夫だったじゃん。どこの回線の携帯だよ。恋のダイヤルも電波が届かんのではお手上げじゃ。直接行かなあかんの。それにしてもなんや、この玉っころは。また変なトラップか。あ、これはロックマンのあれじゃないか。ふん、ゾロゾロと。今度はなんだ。ソロ、この先は行かせん。ロボット、コスモスやフィオルンの関係者なの。え、知らないけど。アンシャッツやソロ、冥王グランドマスターに雇われていた殺し屋だ。グランドマスター。世界を、歴史を裏から支配してきた男さ。ストライダーが斬った。ソロ、誰に雇われている。周りにいるのはシグマの取り巻きだな。あ、シグマも出てくるんだ。トーフが斬った。何を企もうが無駄だ。話すことはない。ストライダーは抹殺するだけだ。犯罪超人ジェノサイド、冥王グランドマスターの残党。そして今度はシグマかい。シグマ、今回の連中のことか。わしら聞いてばっかりじゃのう。誰か説明できるやつがまた出てくれんちゃうか。その通り、出てきたなんてワンパターンだ。戦闘が始まっている。サイバースペースの異常なデータの増大、こういうことか。本当にまた出てきた。説明できる人かな。ええ、今度こそ当たりよ。彼らがイレギュラーハンター X と0ね。シルフィーから聞いて、もしやとは思ったが、やはりお前たちか。キャプテンにストライダーもいるのか。どういうことなんだ。この人たちがイレギュラーハンターなんだね。なんというか、想像していたよりも可愛い子たちですね。見た目で子供扱いするな。よしなよゼロ、遅れてすまない。状況を教えてくれないか。ジェノサイドにグランドマスターに、あとシグマとかの人たちが次から次へと。シグマだと。そう、シグマさん、
ゼロ、そして X。 何？この声は。姿を見せろ。お、バーバまんまと罠に引っかかったな。誰？ X さんたちに似てる？バカな、まさか。だがあの姿、確かに似ている。似ているというのは違うな。俺は俺のままだからだ。そう、俺は戻ってきた。また貴様らの前にな。お前はババ生きていたのか。ババ、なぜだ。俺たちの戦いはもう終わったはずだ。終わってなどいない。俺の中の鬼がそう言っている。なんだと。やつは何者だ。イレギュラーハンターではないようだが。元イレギュラーハンターではあるがな、かつての戦いで倒した相手だ。倒した相手がどうして。黒い顔つきだって倒したはずの相手よ。今そういうことが起こってるってことみたい。すでに同じようなことが起きているのか。これはもう見過ごせる状態ではないな。キャプテンコマンダーにストライダー飛竜、他にも面倒な連中がいるようだが、まあいい。 X、 楽しもうじゃないか。ただしまだ死ぬなよ。世界を変える機会がようやく訪れたからな。ここはその入り口だ。何をしようとしているんだ、バーバは。ジェノサイドの残党もここで何かをしようとしていた。関係があるのかもしれない。わかった。バーバを捕らえ、聞き出すまでだ。過去から来たみんな、すまない。君たちを守るつもりで来たのに、巻き込む形になってしまって。気にするな。最近はもう慣れた。どの道収集がつかないだろうと思っていた。諦めんの早すぎっしょ。気持ちはわからないでもないが、始めるが。博士も待ちくたびれている頃だ。まだ仲間がいるのか。そういえばシルフィーが大型車両があると言っていたな。バーバの後ろにある赤いトレーラーか。助けなければ。ほう、また過去でも何かが起きているのか。面白い、面白いな X。 俺の中に救う鬼も喜んでいるぞ。お前はどうだ。そんなものは俺の中にはない。自分が鬼だというなら地獄へ帰れ、バーバ。行くぞみんな、イレギュラーハンターを援護するんだ。ちょっと待って、この紫の玉は何なの。黄色い玉と同じで危ないやつ。いや、この球体プロテクトン自体に危険はない。だが先に進むためにはこいつを使って道を開く必要があるな。使うって言ってもどうやって。黄色いスイッチがあるだろう。あれを押せば周囲の重力場が乱れ、プロテクトンは移動するはずだ。それで道を塞ぐクリスタルを壊すってことね。ん？潰されたらどうなるんじゃ。ペラペラになったりするのかの。潰されないようにしろ。やっぱり危険なんじゃん。とはいえ進まないわけにはいかないか。弾とクリスタルの直線上には立たないでくれ。弾とクリスタルの直線上？これさ、あ、ユニット配置はできないね。スイッチを破壊するとプロテクトンを転がせます。その際触れるとダメージを受けます。まあダメージを受けるだけか。ってことはここがこういう直線上ってことね。さて行くか。やるか。行くで。行くぞ。まず X が結構近いから。了解。ん？これを破壊するとこういうことね。で、まだ動けるっていうのがいいな。こいつどう考えても雑魚だろ。ゼロブースターセイブ。これで決める。ゼロブースターZセイブ。チャージショット。その代わりガードが硬い。てか X は強化パーツ何にもつけてないな。スノー X のままだな。あ、ここがダメだ。かぶってる。私たちだね。レッツプレイ。おーっと、君たち邪魔だって。
98って。あ、アルティメットアーマーが必殺技にあるな。ってことはそれで装着するのか。てかババもあれだな、ライドアーマー持ってないな。前のザコ敵はライドアーマー持ってんのに。ちょっと待って、 X のとこに行こう。まずこれをここで破壊する。 OK、 破壊はちょっともう X に任せよう。であとはここの直線上に立たなければいいわけでしょ。これ分けよう。ほい、オレンジ組。行くぞ。わしが切り札。やってみるわ。行動開始。行きますよ。もう10ターン目か。だいぶ時間がかかるな。てかこいつら進んでこないな。で、これを破壊すると。じゃこれ当たったらさ、ダメージ食らうの？なんかやだな。ここにいよう。始めるよ。あ、ストライダーヒール、こっちの方もいけんな。これは移動力のあるやつないやつでだいぶ差がついてきたな。ん？あのメット君も、いや潰されてんだろうどう考えても。了解。ちょっと潰されてみようかな俺。ここに、え、痛くなった。ひでえ、マジひでえ。1600も食らったよ。ガードを破壊したいからな。ガード破壊技とかないのかな。いやー、あのメット汚ねえな。どのスイッチがどのスイッチに対応してるんだ。いやこれだとここにいたら死ぬから。てかさ、ずっといたらさ、ずっと食らうのかな。1600って。このゲームちょっとそういうところあるからな。任務開始。いきますよ。あとでちょっとアイテム買い足しとこう。破壊する。お、来た。何？これがここ。いって。てかさ、敵はダメージ食らわないのかよ。マジずるいな。まあ適当にこいつを倒すか。仕留める。遅れるの。12000か。結構あるな。まずはガードを外すか。もらった。ミラーズマ。メイ。ヨーマ。タイさん。式を大衆。ピッチ上がり。あんまりね、連打しすぎるとね、技がね当たんないからね。次で倒したいな。ロックマン X で倒すか。俺一人でも、や、行け。遅れずについてこい。受けろ。足でやります。よし。攻撃力あんまり高くないな。60くらい。防御力が高いのか、それとも。これではに笑われてしまうな。1900しかって。てかさ、何なんだ二人に反撃するなんてずるい。活路を切り開くんだ。ショットガンアイスレイスプラッシャー。タグホール。いけいけいけ。あ、ショットガンのこと良かった。これで4900減らせられるのか。いや無理っぽいな。このね、一発が強いかって言われるとそうでもないからな。勝負はつける。必ずな。終わらせる。次はきっちり落とし前つける。いってー。
ょ、またリンゴ食おうかな。了解した、行くわよ。あいてー、あったいたいたいた、ほらすげえ食らったよ今。ここで待機したら絶対死じゃん。デスロードだ。ちょっと待って、リンゴ食おう。反撃で倒すと、反撃の時はねブロックされないんで、結構狙い目といえば狙い目だよな。よーし、ようやく7レベルになったよ。バックブリーカー&ドス連撃、ダメージは強そうだ。ドス連撃って行くぜ。覚えた、ドス連撃を使う。微妙に残った。ダメージ重視でいこう。また君の助けを頼ってしまう。ん、攻めてくるか、攻めてくるわけじゃないか。ちょっとストライダー飛竜がやっぱり移動力高いんで、これがどこだ、どっちなんだこれは。こっちかよ。これは？なんで敵さんは無事なんだ。あとこれ、あれこれはメット君か。メット君ブロックすげえな、確かに。ブロック力が半端ない。左の方に宝箱があるな、あれを取りに行きたい。こいつも結構ブロック力あるな、気絶してるけど。あれ、気絶してる時ってブロック発動しないの、もしや。ああ最悪だ、気絶が解けたから最後ブロックされたんだけど、なんてひどいんだ。7レベル、7レベル、なんだかんだで、ね、レベルは追いついたな。これで倒せるか、倒した。63。お前は何もしてないだろ。損傷率規定値をオーバー、退却する。ソロ、異世界でトープを見た。やつはスターグラディエイター隊に敗れた。第4帝国のロボットを連れていた。何を企んでいる。トンプーは未だ行方が分からぬ。それ以上のことは知らされていない。あの傷だ、助かるまい。本当にそうかな。ソロとトンプーにつながりはあるはず。何をしようとしている。もう別にさ、あの弾動かす必要はなくない？了解した。あ、こいつを倒そう。これも、これ連打してれば大丈夫っしょ。この敵の特殊武器は使えないか。で、あのアイテムを誰で取りに行くかだな。お、来た。来てくれた方が助かる。帰り討ちにしてくれる。ヒットポイント高い。さすがにライドアーマー持ってるだけあるな。
これはそうするとこいつの力を借りよう。ライドガーマン相手にさマジかよ。いやーどう考えてもただの高校生にしか見えないけどな。トータルダメージいくつ当たったのかっていうのをちょっと表示してほしいな。ここでじゃなくてその戦闘で、アイテムを取りに行こう。スタミナンロイヤル、もはやわけがわからん。退屈そうに、こいつも結構ガード力があるな。手を休めるな。待ってください、行きますか。召喚鬼神座幻獣クリム、ストレッチリム。結局何もせず。もう誰も傷つけさせいや、これいらない、いらない。どこに行っても戦いは。あ、レベル6だ、こいつまだ。マジか。でもババはもうちょっと倒しときたいからな。3700。ヒットポイントは一丁前だな。これはできれば気絶してほしい。こいつの技に気絶がついてるからな。ガードされてるときはあれなのかな。これぞ風魔の奥義。結末は決まっている。お、なんだ。うわー、これカウンターしてくんのかよ。やばいやばいやばい、めっちゃ減ってる。しかもめっちゃ気絶してるし。どうしようかな。ここに置くか。これさ、でもまた反撃食らったらやばくねえか。こいつらあれは連れてないからガードを外せない。一応レベル上がった。いけ X。 俺たちが行く。いけなくね。行くぞ。こいつもいけない。あとチュンリーが攻撃できるくらいか。お見通し。行くぜ。やっぱガード外しはすげえ重要だな。必殺技を使っちゃおう。私もお手伝いしちゃう。はい、ダメ。かわせるかしら。まさにチアフルボール。戦列客か。これで終わらせちゃおうかな。フィニッシュ。あ、なんか変な。つけられなかったか。状態異常がついた。大丈夫よ。こいつらめっちゃ遅れてるし。俺だけが。防御でいいや。SP マイナス30。とりあえず元気なやつらでまずは攻撃をしよう。中国4000年の技、はい、そこ、ほら、飛行章。それが最大の飛行章。アタリクタ、ハッグ、トークで決める。アタリクタ、セイブ、チャージショット。まあこいつらはこれが一番威力高いからな。いやーバーバー強えわ普通に。いていていて、連携攻撃で撃破する。ショットガンアイスデイスプラッシュ。バグホールアグストライク。超えろレーダー。力の型。もう一回。工業バット
ないぞ。クエンチ250だったらこれは結構強いんじゃねえか。この最後の一撃もさ、同じ攻撃力だからね、最後の一撃だけ1000とか当たってほしいんだけどな。やるぞ。わしがハーリーフォックス。黙ってはいられない。バケツがこいつだ。射程バリアの刺激。構え、ラッツ、いつかやめつく。火星症逆転加速、逆順情報入った。宣伝力から変更客。あと1回で倒せるかな。そのあと1回を誰で倒すか。うわ、こいつら動けねえんだ。俺と X ならばやれる人がいます。デイズ・ウレンさん、寝てるやつを。おら、ドソ連撃。これでやられるババって一体。うまく体が動かんか。まだまだ調整が必要なようだな。まあいい、まだ始まったばっかりだ X。 ババ、俺は何度でもお前を止める。もう覚悟は決めているんだ。そうだ、それでいい X。 そうでなくては地獄から戻ってきた意味がない。ババか、奴が関わっているとなると今回の件根は深いぞ。そうだね、俺たちも彼らに同行すべきかもしれない。1話につき絶対仲間が増えますねこれ。あれ、この音は。うん、わしの電話じゃ。もしもし、はいはい、シャオロン電話相談室。シャオメイか。繋がったよね、やっと。こちら浦島よ。博士、隆起の状況は。変形機構は治りそうよ、もう少しで。降りても大丈夫。見る限り問題はないが少し待ってくれ、安全を確保する。了解よ、よろしくね。おっと、なんだ、言い忘れたことでもあるのか。なんじゃなんじゃ。ノックして、もしもーし。はい、こちらシルフィーでございます。無事終わったようですので、お買い物はいかがでしょうか。ふう、全く目ざといわね。また博士が不機嫌になりそうだな。勇気が来る前に済ませた方が良さそうだ。別にさ、ラインナップ一緒なんだからさ、どっちでもいいんだけど。ここにセーブをして、ちょっと仲間になったやつのクロスペディアを見るか。 X、 イレギュラーハンター第17隊隊長、ロックマン X 系ですね。 X だ。で、ゼロと。イレギュラーハンター第0特殊部隊隊長ゼロだ。あとキャプテンコマンドがいたか。いた。コマンドチームのリーダー、キャプテンコマンド。なるほど、他にいたっけ。まあここら辺はね、知ってるんで大丈夫ですけど。というところで、ちょっと長くなりましたけれども、そうですね、まあ、今回は1時間かからないくらいでしたけど、ちょっと話数によっては1時間超える場合は、ちょっと1時間以内にまとめようかなと思います。とりあえず第7話、これで終了したいと思います。